こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はこちらを使います。はい、これは福袋に入ってたアミアンです。一玉なのでどうしようかなと思っていたんですけど、まあバッグかなって思って、まあでも一玉でバッグは無理ですよね。なのでこちら初めて買ってみました。楕円の小さい方のサイズですね。レザーじゃないや、ここに、底っていうのかな、この側面の下の方だけ、これが使える分だけ編んでみようと思います。どれぐらいいくのか、少しこれで編んで、その後違う糸で編みたいなというふうに思っているところです。どのくらいまで編めちゃうのか、たくさん編みすぎちゃってもなんかね、そのバランス、上で使うこの、まあ、ツートンみたいな感じにしようかなと思うんですけど、どのくらいまで編めるのかちょっとやってみようかと。全部を1個じゃ無理ですよね。編めるならそれでもいいけど、多分無理かなと。6号で編んでいきます。でアミアンは5から7になってますね。6号でいきます。ちょうどねハビママさんがレザー底を使ったバッグをあげていただいていたので、ラッキーみたいな参考にさせていただいています。これ初めてです。私買ったのも使うのももちろんだけど、うまくできるのかわかりませんけどね。バッグの側面は、このアミアンで編むのは細編みでやろうと思います。その後ウパクロにしようと思ってます。ウパクロのどっちにしようかはまだ決めてないけど、ウパクロで、めっちゃぎこちないんですけどまあしょうがないですね。この穴のところは編みにくいですね編みにくいんだろうなとは思っていたけど、上手い人はもっと上手くやるんでしょうか。バッグ編むなら2玉ぐらいいりますよね。ちょっとなんか全然そう想像ができないんだけど、一玉でできちゃうんだとしたら、これ下の方だけこれでやろうと思っていたから、アミアンは細編みと思ってたんだけど、いや結構編めちゃうんだとしたら、最初の 2,3 段はね細編みでもいいかなと思うんですけど、その後もうアミアンでウパクロ編んでった方がいいのかな、なんかちょっとそんな気にもなってきてたりして。86m あるとどうなんですか私そういうのあんまり気にして編んだことがないんですよね。何メートルあるとどれぐらいのバッグができるとか、目安がありますよね。
そういうのちょっとリサーチしないといけなかった。あんまり緩くやると多分ダメですよね。しっかり引き締めてやらないと。そう、引き締めてやろうとすると編みにくい。よし、はい、とりあえず一周できたので飲み物に行きたいと思います。今日のコールドカップ、はい、手作り蛍光補水液です。いっぱい飲んじゃったちょっとじゃあ今のところカットしてると思います。この底板のところに縫い付けるところなので、少し編み進めるところ動画にできるかなと。細編みで数段いきます。この動画は今日撮っています。なのでダウンしてから初めての撮影ということですね。昨日の動画はね、ダウンする前というか、そのダウンする日の朝撮ったものだったんですよ。で、自分でもね、編集しながら思ったんですけど、声がね、朝からちょっと違ったなっていうのは感じましたね、昨日編集してみて。はい、で昨日は、まあ、編集もすごい手抜きでしたけど、とりあえず編集はして、あとはもう編むか寝るかみたいな過ごし方でした。でやっぱり夜になると疲れてて、すごい早めに布団に入って布団の中でうだうだしてたんですけど、今日の朝は昨日よりはいいそう、すごい大雑把ですけど言い方がね、昨日よりはいいけど、なんかすごいだるさがきましたね。昨日よりだるい。でやっぱり体の中はまだもうちょっと暑いなっていう感じは残っているので、なので蛍光補水液作りました。昨日も OS1 は1本飲んだんだけど、もうその買い置きがないので手作りで蛍光補水液を作って飲みました。で今日もまだ飲んだ方が良さそうだなと思ってさっき作った感じです。砂糖と塩とレモン水で作るものなんですよね。でまあレシピとかを見ると、そんなにこう普段から飲むためのものじゃなくて、まあ脱水症状とかがあった時に飲むっていうふうには書かれてました。まあだからこれちょっと飲んで様子見ようかなって感じですね。なんか昨日もその寝たり起きたり寝たり起きたりだったんですけど、長い時間はやっぱ寝られないんですよね。ちょっと寝て目が覚めてみたいな、でまたちょっと寝て目が覚めてみたいなね。まあでもそうやってでも寝れてればいいんだろうと思うんですけど、ね、熱中症、多分熱中症だとは思います。病院にいつも行かないから分かんないけど、その吐き気と、まあ、頭の痛さもあるし、まあ、暑い感じと、多分そうだろうと。でその熱中症の時には鎮痛剤は良くないっていうのもなんかツイッターだかなんかでそういうのも見ていたので、まあ毎回そうですけど、前回も同じような症状の時には薬を飲んでもね吐いちゃうんですよね、ものが飲み込めないので。まあだから飲んでも多分無駄だろうと思って今回も飲んでないんですけど、でも多分飲まないで正解なんだと思うんですよね、熱中症だとしたらね。
ね、熱中症になられた方もいらっしゃいますよね。もう多分病院行って点滴とかしてもらったら治りは早いんだと思うんですけどね。もう そういうふうに症状が出ちゃった時にはもう動けないから、本当に病院に行くなら救急車になっちゃう感じだと思うんです。だからあのニュースでもやってたりしますよね、熱中症で搬送された人何人みたいな。もうだから ああいうやつなんだなって思いながら、うん、そうすごいですね。そんなにね激しい運動してたわけじゃないんですよ。もう前になった時もそうですけど、前回になった時はね、あの息子の野球の試合があって、あの高校球児だった時にね、でやっぱりお母さんも行かなきゃいけないわけですよねで行って、その時にはもちろん応援とかしてたりするから自分で気がついてないんですよね。で試合が終わって、あーなんかやばいなーって思っているけど、とりあえず家帰ろうと思って急いで帰り、帰ってみると一気に症状が出るみたいな、そんな感じ。だから今回も出かけていて用事があってね、それを済ませて、でも途中でああやばいなーって思ったんですけど、でも外にいる時はやっぱり気が張っているせいかそこまで強く症状は出ないんですよね。いやーこれ帰ったらやばいやつだなーって思いながら急いで帰ってきて、案の定やっぱりみたいなね。まあだから外で気がついた段階でなんかしとけばいいのかもしれないけど、もう どうしようもなくとりあえず帰ろうってなりますよね。でも家にとりあえずつければなんとかなるだろうみたいなね。だから本当皆さんも気をつけてください何の説得力もないけど、あのあれですよ、本当に私も前回の時にすごいいろんな人からお叱り受けましたけど、それは救急車を呼ぶやつだよって言われて、でそう、あのその方がその後が楽なのかもしれませんね、回復も早いし、うん、なのでそうなった方は救急車呼んだ方がいいんですよで私が言うのもなんか違うかもしれませんけどね、はい、まあね、どうやったら予防ができるのか、まあそう予防できる限りはしていてこれなので、もうなんかお手上げですね。どうすればいいのって感じです。これ今1段細編み、もうちょっとですよね細編み。どうなんだろう、これでもしかして全部編めちゃうのかな。あの底板も小さい方を買ったので、そんなにあの一周の目数的には多くないですよねきっと。だとしたらもしかすると上まで編めちゃうのかな。まあ、そうだとしたら 2,3 段細編みしたらこの編み編んでおパクロに入るかな。この一玉だけ残しといても使い道がわからないですよね。だからなんか一玉使って何かを作りたいなと思っていたから、もしこれで一玉使い切っちゃえるなら良さげですよね。まあ、編み編んだと夏のバッグなのかしら。はい、とりあえず2段細編みで編みました。ここからウパクロに入ろうと思いますが、今日の動画はここでおしまいにします。この後動画にするかわかんないですけど、とりあえず編み進めて途中で動画にするかもしれないかな。はい、ね、どの程度編み編んでいけるのかも気になりますよねならないかもしれないけどはい、ということで今日は浜中さんのバッグ底板楕円を使って楕円と編み編
アミヤンを編みつけるという動画になりました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。